はい、どうも私でございます。本日もほっとけないやっていきたいと思います。ガツンとやっていいんだよ、ガツンとさ。はい、今回ですね、中川翔子さん、ショコタンさんですねが、YouTube でなんかマッチングアプリやってみましたって企画が、軽くいろいろあったって話があったんで、それを話したいと思います。まあ僕もその動画見て、でそのアプリもやってるんですよ。今もやってますね。で、付き合えてなんかちょっとややこしいのがあって、女性は完全無料なんですけど、男の場合は、女性からのメッセージを見るのに月4000円とかですかね。クレジット払いだと3000円台になると思うんですけど、それをしてて僕は4000円払ってそれでやってるんですけど、でそれで、もともとしょこたんがなんでそれをしたかっていうのは、まあ、動画見てもらえばいいと思うんですけど、10月から、坂口健太郎さんですか のドラマ、主演のドラマに出て、それでなんかこう、恋愛ものみたいな、恋愛上ができる女みたいなので、あの婚活ってどんなんなんみたいな。でそれでちょっと お勉強でしますで登録して、でそれでまあ画面は著作権というか相手のプライバシー問題があるんで男の人とかからはないんですけど、まあこれがなんでこういろいろ言われてるかっていうと、その時系列でいくと、その前の日時にこの動画が上がる前で、まあ、撮った後とかいろいろあるんですけど、上がる前に、誹謗中傷に対して、打ち砕きます、戦いますみたいなっていう宣言があったんですよ。で、その後で、このマッチングアプリ企画のが YouTube の動画に出たんですよね。で、その時にしょこたんが、誹謗中傷ひどい、命の危機に関わるのはどんどん警察に追放しますって言った後で、で、この企画に関して YouTube 上で見るととかコメントで見ると、やっぱ温かいのが多いんですよ。で、しょこたんが最近は、水着ですね、グラビアで出て、しょこたんめちゃめちゃ胸大きいって、グラマーみたいな、すげえみたいので、今現在800万とか900万回再生とかされてて、まあそれで一気にガンって跳ね上がったっていうのがあったんですけど、まあ、その次で、今回 のマッチングアプリ企画っていうのがあったんですけど、結構これって、みんながだみんなしょこたんファンからしたらこうはしゃいでるしょこたんが見えて可愛いんですよ。僕はしょこたん大好きですよ。しょこたん昔から大好きなんで、あのバッカルコーンの時から好きですからね。それでなんかこう見てて、まあ浮かれててはしゃぐのも好き、体型どうしようとか、ウィッチングカードですかねとか、これどうしようとかっていうのがあって、まあそれに対して、はしゃいでる、うわ男の人から来た、1200万収入でめっちゃお金あって、こんなイケメンいるみたいな、こんな人いるの、いや変なマッチングしちゃった、マッチングして DM 来てきた、スーパーいいね来た、どうしよう、わーすごい、今回は、経験してみて、やっぱり私は婚活っていうのは向かないなと思います。こんなのが、世の中でできてるって思うと、すごい世界でやっぱり私は陰キャで生きてますって言って、外上の方で、このアプリは削除しましたっていうのがあって、まあ、これが一連の大体の流れなんですけれども、これって確かにあの男軽視に思われると思うんですよ。女性蔑視軽視ってめちゃめちゃ叩かれてるじゃないですか。でだけどその結局、まあ、名前とか全部出さないけど、その人の、こういうのが来ましたっていうプロフィールとかを言ってちょっと嘲笑してるというかっていうのがあったりとか、で50何歳に、まあ、しょこたんの方が確かビキニの写真してめちゃめちゃ可愛いって中川翔子ってしてて、でそれで、やってて、うわしょこたんだ可愛いで、でタップルっていうアプリに関しても結局のところあれもなんかその誤解を生みやすいようなアプリっちゃアプリなんですよ。まあ、たくさんいいねを送っていかに返事をもらうかっていうようなアプリになってるんで、まあそれであともう一個あとスーパーいいねっていうのがあるんですけど、あれ一つ送るのに、まあ、無料ポイントが溜まってそれで使うって可能性もあるんですけど、500円ぐらいするんですよ一応。そのスーパーイネを何人か送ってる人が、いるんですけど、それは無料のポイント内でやってたらいいんですけど、その人と、仲良くなりたいっていうので課金をして、スーパーイネ送るっていうパターンもあったりとかしてるんで、で結局のとこ恋愛する気なくアプリでその YouTube の企画だけでして、でそれで、すぐ削除ですよ。いや正直企画としては、まあ、それをしょこたんの反応を見るということに関して見ると、まあ、面白いし、まあ、実際のところ動画上ではあの高評価が多いんですけど、じゃあ実際その今ね女性蔑視問題たくさんある中、男性蔑視問題がちょっと軽くされてるなとかもちょっと思ってたりもしてたんで、なんか
なんかやっぱ違和感を感じましたね。でしかも、中川翔をこれ登録してそれをアプリは削除しましたって言って削除して何もなかったことになってるじゃないですか。でその中でアプリでまあいろんな思惑がありますよ。いろんな思惑があるけどなんかこうこんな男しかいないよっていうような先入観を先導するみたいな感じにしてたんで、まあ最悪どうして やるんだったら本当に彼氏が欲しい AD さんとか番組のスタッフの人にやってるのを隣で見るとかにしてほしかった。正直、まあ、そういう風にするならちゃんとその中身をするなら多分あれは職団自分で自身でする必要ってのはなかったと思うんですよ。他の人がやってるとこを見るみたいなってのでよかったんじゃないかなと思って、あどうせアプリ削除するならですよ、このいいねくれた男性の気持ちがみたいな、まあそんなそれぞれあるんですけど、なんかねとは思いますよねっていうのはちょっとね、まああれを企画に関してちょっと残念だなっていうのがは思いました。でやっぱなんかそういう誤解を生みやすいようなことをしてしまうとどうしても誹謗中傷っていうのが詰まりやすくなってしまうのかなと思うんで、まあだから誹謗中傷する側にもやっぱ知識も必要だと思いますし、まあ、やる側としてちゃんと事務所通してなんか許可取ってますっていうのがあって、まあ、地上波に載せないで動画にだからっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、だとしてもだったら、まあ、個人的にはあんまり大好きなしょこたんにあの企画をしてほしくはなかったかなっていう感じですかね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。